どうも、あゆちです。皆さん高校受験対策という動画を自分撮ってるんですが、ご存知でしょうか。まあ、中3生の方にはね、ぜひ使ってほしい動画なんですが、実はそれ数年前から撮ってるんですけど、今年から初めてサムネイルに難易度を書くようにしたんですね。それも希望があってそういう風にしているんですが、その難易度がどのぐらいの難易度設定なのかっていうのを動画で喋り忘れてまして、今回それを喋っていこうと思います。もちろんね、対象じゃない方は全然スルーしてもらって構わないんですけど、まあ、中3生の方とか、まあ、中2中1これからこの後受験対策を使うことになるであろう方は、ぜひ聞いておいてもらって、片隅でいいです。頭の片隅で構わないので、把握しておいてもらえると嬉しいので、よろしくお願いします。そうだ、ですね、受験対策の動画って数年前からやっているので、おそらく200本以上はあると思うんですよ。で、結構積極的に使ってくださってる方でも全部解いた方っていないと思うんですよね。なかなかそんな量も解けないと思うし、昔のものは難易度書いてないんですよね。で、これから昔のものも全部難易度設定をし直して、サムネイルを作り直します。で、設定していこうと思うんですけど、それをコミュニティ機能で流していきます。コミュニティ機能っていうのは、チャンネル登録をしていただいている皆さんに、こういうのがおすすめですよって、これを更新しましたよみたいな、まあ、ツイッターみたいな感じなんですけど、情報を発信することができるので、もしね、チャンネル登録していただいた方がいたら、していただいてお待ちいただけると嬉しいです。では本題に行きましょう。まず星1からです。星1に関しては、志望校のレベルとか自分の学力とか関係ないです。全部の生徒が絶対にできなきゃダメだよって。俺が塾講師やってた時だったら、もうどんなに勉強が嫌で、もう、めんどくせえっていうやつでも強制的にやらせる。てか強制的にできるようにすっからねっていう、そういうレベルです。だから、もう全ての方が関係なくやってください。もちろん難易度が低めなので、すごい高いとこ目指してる方にとっては物足りないと思うんで、そこは任せます。あんなんやんなくてもいいよって思うんだったらやんなくてもいいし、ちょっと基礎の確認とか勉強のスタートの時にね、ちょっと勢いつけたいなみたいな感じで使ってもらっても構わないので、ひとまず星1に関しては全ての学生、全ての中3生ができるようにしてください。続いて星2です。星2はですね、皆さんの住んでる地域によって受験の平均点もちろん違うので、一概には設定できないんですけど、自分の感覚としては、その科目、受験のね、その科目で平均点を取りたい方、つまり落としたくない、めちゃくちゃ武器じゃなくてもいいんだけど、平均点はしっかり抑えておきたいという方は星2をできるようにしましょう。続いて星3です。星3に関してはイメージとしては、志望校の偏差値、みんながね目指してる偏差値が55以上の方は絶対に解けるようになってほしいっていうイメージで作ってます。ただ、おそらく55から60ぐらいを目指している方の中でも、初見で星3解いた時に、無理、わかんないってなる方結構いると思います。イメージとしては、55を目指して以上ね、目指している方が解けるようになってほしいです。初見で解けてほしいじゃないんです。これ大事です。だから解けなくてもへこまなくていい。配置が空いてたのに私解けないんだけど、ダメかな目指しちゃうなんて思わなくていいんです。そうじゃなくって、解けるようになってほしい。難易度ちょっと高めに設定してるので、だから初見で解けなくても何度か繰り返して解けるようになってほしいレベルのものを設定しているので、星さんに関してはだいたい偏差値55以上を目指している方は解けるようになってもらえたらと思います。で、ラスト星4ですね。で、まあ星4以上の問題ってあんままだ投稿してないんですけど、これから増やします。難易度高めの問題増やしていくんですが、もうこれは偏差値いくつとかじゃないです。とにかく数学を武器にしたい方、数学で飛び抜けた点数を取りたい方は必ずチャレンジしましょう。で、さっき星3をね、解かなきゃいけないっていうところに該当してる方の中でも、数学をちょっとね、すげえ伸ばしたいみたいな、いろんな問題に触れたいっていう方は星4を解くようにして、まあやってもらえたらと思います。以上、駆け足になりましたが、まあ厳密じゃないです。この設定は。だいたいこのぐらいっていう設定なんですけど、中学生のうちにいろんなさ、他の都道府県の問題に触れるってなかなか難しいんですよね。で、それをできる限り触れてほしい。いろんな問題の触れる経験値って絶対に力になるから。しかも繰り返しやすいでしょ？ YouTube の勉強っていうのは。だからぜひ、受験勉強の、まあ絶対使えっていうものではないですけど、有意義な、まあプラスになると思って投稿してますので、皆さんにとって必要だなと、やってみたいなと思うね、受験問題があったら、ぜひね、これからも使ってもらえたらと思います。